岸田総理大臣が参加して首脳級の会合が行われ、資金や科学技術を投入して水資源を効率的に管理することで質の高い社会の実現を目指していくことなどを盛り込んだ熊本宣言が採択されました。最終日の今日は地下水の保全や灌漑技術などについて議論が交わされる予定です。続いて気象情報です。現在時点で注意報です。沖縄県では宮古島地方と本島地方に雷注意報、鹿児島県全域に雷注意報、また広い範囲に大雨注意報が出ているほか、伊豆に洪水注意報が出ています。宮崎県全域に雷注意報、熊本県も全域に雷注意報、宇城八代と天草地方には大雨注意報、長崎県の南部に